どうもさっさんです。本日4月24日朝9時から Amazon でタイムセール祭り始まったということで、こういった Amazon のセールではほぼ毎回おすすめ商品の紹介動画っていうのを出してるんですけど、前回前々回ぐらいはねちょっとお休みしてたんですよ。なので、今回ね久々におすすめ紹介動画やっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速 Amazon 見ていきたいんですけど、まずはポイントアップキャンペーンについて、これはセール動画の時毎回説明してるので、もう知ってるっていう方は飛ばしていただいて結構です。こちら Amazon トップページなんですけど、この右下に最大5000ポイント獲得のチャンスっていうところありますよね。まずこれをクリックして、そうするとですね、このタイムセール祭り中に同時に行われているポイントアップキャンペーンにエントリーできるんですよ。これもうエントリーしてるのでエントリーボタンっていうのはないんですけど、まだねクリックしてないっていう方はエントリーしてから買い物するようにしてください。タイムセール祭り中は Amazon で販売されているものが安くなってるっていうのはもちろんなんですけど、同時にポイントアップキャンペーンっていうのが行われてて、これエントリーしないとポイント還元されないんですよ。これねすごいもったいないので、絶対にね、やるようにした方がいいと思います。でそのキャンペーンの参加条件、まずはキャンペーンにエントリーする、そのボタンをクリックするっていうところですね。で2つ目の条件が、合計1万円以上期間中に買い物するっていうことに、なってます。1万円未満だと残念ながらポイント還元の対象にはなりません。で3つ目、これがですね、まあ、条件っていうかどのぐらいポイント還元されるのかっていう、ことなんですけども、それについてはこの表を見るとね結構わかりやすくなっていて、私サッサンの場合で当てはめてみると、まずプライム会員なのでプラス 2% で、アプリで購入、これスマホアプリのことですね。 Amazon の、スマホアプリをインストールしてるだけだとダメなんですよ。ちゃんとね、アプリ内から購入処理しないとダメなので、そこは気をつけてください。パソコンで買い物をしたいっていう方はですね、カートまでパソコンで入れて、最後にスマホでね決済するといいんじゃないかなと思います。で3つ目 Amazon マスターカードを使って購入、これで 3% も還元されるんですよね。これ基本的に年会費かからないクレジットカードなので、よく Amazon で買い物するっていう方はね、作っておいた方がいいんじゃないかなと思います。で最後ポイント還元率 4% 対象商品、これどういった製品のことかというとですね、スポーツ用品、フィットネス用品、アウトドア用品、フィッシング用品、このジャンルはプラス 4% 還元の対象になるんですけども、それ以外の場合は最大 6% っていう感じですね。でこの右側の還元率で最大5000ポイントまでね、ポイントもらうことができるので、ぜひねたくさんポイントもらえるように買い物してみてください。はい、じゃあここからセール対象商品の紹介やっていきたいんですけど、まずは Amazon デバイスから、一つ目がこちらですね、 Fire タブレットシリーズ、今表示してるのが10インチモデルの、Fire タブレットなんですけども、これ以外にも8インチだったりとか、スタンド付きのモデルでちょっとスペックが高いプラスっていう、10インチのモデルとか、そういったものもねセール対象になっております。これどういった製品なのかというとですね、 iPad みたいにすごいスペックが高いっていう製品ではないので、ゴリゴリにね重いゲームやるとかそういった用途では向かないと思うんですけど、例えばブラウザで調べ物したり YouTube 見たり、動画見たり、まあ、電子書籍読んだりとか、そういったライトな用途で使いたいっていう方にはね、結構おすすめできる製品なのかなと思います。普段の値段がね 15,980 円なので、まあ、5000円引きで販売されてるっていうのも、まあ、ポイントかなと思うし、あとね3ヶ月分の Kindle Unlimited っていうね、電子書籍のサブスク、これもね無料でついてくるので、結構ねお得なのかなと思います。ただこれ3ヶ月経過するときに Kindle Unlimited 自分で解約してないとそれ以降もお金かかっちゃうので、その点だけね気をつけていただけたらなと思います。はい、そして2つ目がこちらですね、 Echo Buds っていう Amazon が販売する完全ワイヤレスイヤホンで、まあ、ちょっと前にね話題になった製品なんですけど、これもね早くもセール対象になってて、アクティブノイズキャンセリング対応で1万円切ってるんですよね。私さっさん自身はねこれ試したことないんで、ぜひですねデビューされてる方の動画とか見てから決めていただければいいと思うんですが、ワイヤレスイヤホン欲しいという方にはね、まあ、ワンチャンありなのかなっていう感じですね。でこの Echo Buds 以外にも、スマートスピーカーの Echo シリーズ、スプレーついてるタイプとか、まあ、ついてないタイプもね、今回のセール、かなりセール対象になってて、例えば5インチのディスプレイがついたエコーショー5なんかは、5000円ぐらいで買うことができて、これを使ってですね、こんな感じでビデオ通話をしたりとか、音楽聴いたりとか、プライムビデオで映画見たりとか、まあ、いろんな用途で活用することができて、あとはですね、アレクサに対応しているので、電気つけてとかエアコン消してとか、まあ、そういった音声操作っていうのも他の機器と組み合わせてね、することができて非常に便利なものなので、まあ、持ってないという方はですね、一つ持っておいてもいいのかなという感じですね。
はい、そして次がこちら Fire TV シリーズですね、これは Amazon デバイスのもう鉄板って言えるぐらいね人気なものなんですけども、テレビの HDMI 端子にこれを接続するとテレビで例えば YouTube 見たりとか Netflix とか、Amazon プライムビデオ見たりとか、いろんなね動画コンテンツであったりとかそういったものが楽しめるっていう、デバイスになってて、これね本当に安いんですよ、4980円で自宅のテレビでいろんなコンテンツ楽しめるっていうのは非常にね、魅力的な製品なのかなと思います。で今表示されているのが 4K MAX っていうモデルなんですけども、一応ねこれ以外に廉価モデルの Fire TV Stick っていうのであったりとか、上位モデルの Fire TV Cube とか、もしくはねこの Fire TV が内蔵されたテレビ自体もね、売ってたりするんですよね。個人的なおすすめで言うと、まあ、Fire TV Stick 4K MAX ぐらいがいいのかなと思います。この一番安いやつは 4K 対応してなくて、で上位モデルの Fire TV Cube これは 4K 対応してるんですけども、なんで1万2000円もするのかというと、さっき紹介した Amazon の Echo と同じようなね、機能も使えるんですよね、スマートスピーカーみたいに。それがいらないっていう方であればね、まあ、こっちで十分なのかなっていう感じですね。まだこの Fire TV シリーズ持ってないっていう方はね、これも非常におすすめできるんじゃないかなと思います。でこれが Amazon デバイス最後なんですけど、電子書籍リーダーの Kindle シリーズですね。今表示しているのは最上位の、ね、Kindle Oasis っていうモデルになってます。これが通常時の、5000円引きで、今はね Kindle Unlimited なしの方を表示してるんですけど、Kindle Unlimited 付きの方もね、同じ値段になってるので、こちらでもいいのかなと思います。でこれについてはね、一番安いこの Kindle っていうモデルと、一応最上位と、あとはですね、真ん中の Kindle Paper White の、ケースが付いたモデル、この3つがねセール対象に、なっております。ただこの Kindle Oasis 結構発売されてから時間経ってて、もしかしたらもうすぐ最新モデル出るっていう可能性もあるので、まあちょっと今買うのは微妙かもしれないですね。急いでないっていう方であれば最新モデル待つとか、あとは次回以降のセールで、この真ん中のね Kindle Paper White、 これはね最近新しいモデルが出て、非常に快適になったので、まあ別のセールで安くなってる時とかに Kindle Paper White 買うとか、そういう風にしてもいいのかなと思います。はい、続いてここからいくつかアンカー製品紹介していきたいと思います。まずアンカー製品一つ目がこちらですね、アンカーパワーライン3フローっていうね、USB ケーブルになってるんですけど、これどういったものなのかというとですね、めちゃくちゃケーブルが柔らかくて、耐久性高くて、絡みにくいっていうケーブルになってます。一般的な USB ケーブルに比べるとちょっと値段高いかもしれないんですけど、これめちゃくちゃね、扱いやすくて、試しに1個買ったんですけどすごい気に入って、今ねうちに5本ぐらいこれあるんですよ。そんぐらい気に入ってます。カラーバリエーションとか、長さもね 1.8 メートルと 0.9 メートル選ぶことができたりとかするので、まあ、自分のデスクに合わせて、選べるんじゃないかなと思います。で今表示してるのは USB-C と USB-C の、ケーブルなんですけど、 USB-C とライトニングの、モデルもあるので、まあ、iPhone とかね AirPods とか充電したいっていう方はそっちを選ぶといいんじゃないかなと思います。はい、二つ目がモバイルバッテリーなんですけども、アンカーパワーコア 10000PD、レドックスなのかな、これちょっと読み方わかんないんですが、私さん普段愛用しているモバイルバッテリーになります。これ非常にコンパクトなんですけど、容量 10000mAh あるので、まあ、iPhone ね、2回以上フル充電できるんですよ。ちょっとした出張とか旅行ぐらいにはね、こんぐらいの容量があればね、全然足りるんじゃないかなと思います。一応ね、アンカーが販売してる別なシリーズで、本体にプラグがね、もうついてるってやつもあって、そっちも便利ではあるんですけど、その分ちょっと本体がでかくて重くなってしまうので、できるだけちっちゃくて軽い方がいいっていう方はこっちの方がいいんじゃないかなと思います。はい、アンカー製品3つ目がワイヤレスイヤホンなんですけども、サウンドコアリバティ Air2Pro という製品ですね。値段が 19,80円、通常時からだいたいね2000円ぐらい安くなってて、すごいね音質もいいし、外音取り込みとか、ノイズキャンセリング優秀なんですよ。これよりも値段が高くて高性能な製品っていうのもいっぱいあると思うんですけど、できるだけコスパいい製品欲しいっていう方にはね、結構おすすめかなと思います。はい、じゃあここからいくつかマイク紹介していきたいと思います。まずマイク一つ目がこちらですね、ブルーのスノーボールアイスっていうね、USB マイクなんですけど、これ非常にね、デザインがかっこいいというか、まあ、おしゃれな製品で、以前ね、レビュー動画も出してるんですけど、音質もねかなりいいんですよね。で色がブラックだけじゃなくて、ホワイトも選ぶことができます。まあ、ちょっと変わった見た目なので好み分かれるかもしれないんですけど、人と違うね音質のいい製品欲しいっていう方にはね、ぴったりかなと思います。
はい、2つ目がマランツプロの MPM1000U っていう USB マイクですね。マランツのマイクもね、非常に見た目もいいし、質感高いし、で音質もいいんですよね。値段もですね、普段に比べてだいたい1200円ぐらい、安くなってるっていう感じですね。マイクスタンドが付属してないっていうのはちょっと残念なんですけど、 USB 接続で簡単に使えて、値段が安くて高音質な製品欲しいという方はね、ありかなと思います。ちなみにですね、上位モデルの MPM2000U っていう方もあって、こっちはですね、ショックマウントがついてたりとか、あとはこういったケースがついてたりもするので、ちょっと値段は上がるんですけども、ショックマウント欲しいっていう方はね、こっちの方がいいのかなとも思います。はい、次もマランツなんですけど、これは MPM1000 っていう製品ですね。末尾に U がついてません。さっきと何が違うのかというと、これは USB マイクじゃないので、オーディオインターフェースとかと組み合わせないと使うことできないんですよ。なので、オーディオインターフェースも持ってるとか、もしくは一緒に買うとかっていう方はね、USB じゃなくてね、こっちを選ぶといいと思います。これもね、非常に値段が安いんですけど、質感高いし音質もいいし、あとはショックマウントもついてるし、ミニ三脚みたいなのもあるので、そういう面ではさっきの USB マイクよりもコスパ高いのかなと思います。はい、じゃあここからいくつかエルガト製品紹介したいんですけど、まず一つ目がストリームデックですね。これどういった製品かというと、本体についてる15個のボタンにいろんなコマンド割り当てることができるんですよね。例えばこのボタンを押すとマイクをミュートするとか、このボタンを押すと、このソフトが立ち上がるとか、で一つのボタンに一つの動作だけじゃなくて、3つの動作、例えばこのブラウザのページを立ち上げて、配信ソフトを立ち上げて、配信したいゲームも起動するように登録しておくとか、本当にね、自由度が高くて便利なデバイスなんですよ。で、配信用途で使う方が多いと思うんですけど、動画編集用で使ったりとか、それ以外の用途で使ったりとか、本当にね、便利な製品になっていて、実はね、これ新モデルももう出てるんですよ。以前ね、紹介したことがあるんですけど、新モデルは 18,000円ぐらいで売ってるんですよね。で、これ旧モデルで 15,300円で売ってて、新モデルとの違いはですね、スタンドが、ちょっと新しくなってたりとか、あとはですね、フロントパネルを交換して見た目変えることができたりとかするんですけど、基本的にそれ以外のできることっていうのは、変わらないので、あえてね、この安い旧モデル選ぶっていうのも、ありかなと思います。はい、エルガト製品2つ目がこのキーライトっていう照明でございます。主には、ストリーマー向けの照明っていう感じなんですけど、こういった YouTube 撮影とかにも、全然ね、使うことができて、非常にね、これ明るいし、あと色温度コントロールできるし、で、照明のオンオフとか、調整っていうのがね、さっき紹介した、このストリームデック上から行うこともできるんですよ。これ非常に便利ですよね。基本的にはそういったね、配信とか、動画投稿してる方向けの製品ではあるんですけど、最近はですね、ビデオ会議とか、そういった用途でも使う人多いみたいなので、今回ですね、セール結構安くなってるみたいなので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、そしてこちらがグリーンバックですね。これも配信とか動画投稿向けの製品になるんですけども、グリーンバックを使うことによって、背景を透過、するための、ものになりますね。で、よく販売されているような一般的なグリーンバックとこれがどう違うのかというと、画像を見てわかる通りケースみたいなのがありますよね。これに普段は収納されてて、この上のね、取っ手みたいなところを引っ張ると、こう全然ね、シワない状態で、ピンとまっすぐ張った、綺麗なグリーンバックをすぐにね、使うことができるんですよ。結構ね、Amazon で、安物のグリーンバックとかあると思うんですけど、それね、基本的には布だけで売ってるんですよ。なので別で自分でスタンド用意する必要があったりとか、あとはグリーンバック自体がすごいシワクチャになってるので、うまくね、こう透過できなかったりして大変なんですけど、これはですね、ちょっと値段は高いんですが、すぐ使い始めることができて、準備も収納も簡単で非常に便利なものなので、これもね、配信とか、したいっていう方にはおすすめですね。はい、でこちらはカメラ用のキャプチャーボード、エルガトカムリンク 4K っていうもので、これを使うとですね、 PC にカメラの映像を取り込んで、配信したりとか、ビデオ会議にこのカメラの映像を使うっていうことができるんですけども、これもですね、今回のセールでかなり安くなってて、通常がね、1万ちょっととかなんですけども、2000円ぐらい安くなってます。っていうかね、これちょっと前までは1万5000円とかで販売されてたんですけど、なんか一気にね、めちゃくちゃ、値段安くなってますね。
俺がね買った時も多分ね1万5000円とかしてたと思うんですけど、めっちゃ値段安くなってるのいいな。解像度は 4K であれば 30fps まで、 1080p であれば 60fps まで使えるので、キャプチャーボード欲しかったっていう方はねぜひチェックしてみてください。はい、じゃあゲーミングモニター紹介していきたいんですけど、まず一つ目が IO データの 23.6 インチのね、ギガクリスタっていうねゲーミングモニターになってます。これはリフレッシュレート 144Hz 対応なので、まあ、PC 向けではあるんですけど、PS5 とかでもね、まあ、120までいけるので、解像度 1080p にはなるんですが、高リフレッシュレートでね、ゲームしたいという方には、おすすめのモニターになってます。ちなみに普段の値段がだいたい 26,000 円とかなんですけども、今回のセールで 22,780円なので、まあ、4,000円ぐらいね安くなっててお買い得かなと思います。 IO データ個人的に好きなのが色味がねすごい優しくて見やすいんですよね。っていうのと、背面のね接続端子がすごい充実してて、まずですねディスプレイポートがついてるのでこれで PC に接続するってことができるし、あとは HDMI 端子もね、2つとか3つついてる製品多いんですよ。なのでディスプレイポートで PC、PS4、Nintendo Switch とか、そういったものについては HDMI みたいな、接続できるので、これはね非常に便利かなと思います。はい、2つ目も IO データのゲーミングモニターで、こっちはですねリフレッシュレート 165Hz に対応してちょっとスペックが上がってるんですよね。でそれだけじゃなくて、さっき紹介したのは TN パネルっていうねちょっと値段が安くて、視野角が狭いね、パネルを使ってたんですけど、こっちはですね ADS パネルっていうね、まあ、ちょっといいパネルを使ってるんですよ。どういう違いがあるのかというと、この ADS パネルについてはすごい視野角が広くて、あと発色もいいんですよね。他のメーカーでいうと IPS パネルっていうものを使ってるモニターあるんですけど、その IPS パネルと呼び方は違うんですが、なんか方式は一緒らしい。開発元が違うから IPS じゃなくて ADS パネルっていうのになってるらしいんですけど、まあ、IPS パネルと同じと、どうやら考えていいらしいですね。リフレッシュレートこっちの方が若干高くて、まあ、その分値段は上がるんですけど、ちょっと高性能な PC 持ってるとかっていう方はこっちの方がね、いいんじゃないかなと思います。はい、3つ目がジャパンネクストさんの PC モニターなんですけど、これ非常にねスペック高い割に値段がめちゃくちゃ安くて、さっきまではねリフレッシュレート144とか165だったんですけど、これはね240対応してて、それでいて値段 29,980 円なんですよね。これすごいですよね。でパネルも IPS っていういいパネルを搭載してて、発色が良くて視野角広くて、で HDR とかにも対応してるんで、これすごいなと、思いますね。ただ IO データのモニターはね俺使ったことあるんですよ。で非常にいいなと思ってたんですけど、ジャパンネクストのやつはね使ったことないので、実際どうかっていうのは分かんないんですけど、このスペックにしてはかなり値段安いんじゃないかなと思います。はい、でこれがモニターアームですね。今日紹介したゲーミングモニターどれもね、スタンドっていうのは最初からついてるのでそのままデスクの上に置いて使ってもいいんですけど、こういったモニターアームがあるとですね、モニターの位置をね、手前に引いたりとか、横に動かしたりとか、まあ、角度変えたりとか、そういう風にね自由に動かすことができてめちゃくちゃ便利なんですよ。でそのモニターアームの中でもこの Amazon Basic のやつはめちゃくちゃね評判いいし、ちょっと値段は高めではあるかもしれないんですけど、作りもしっかりしてるので、個人的には結構おすすめかなと思います。はい、次がゲーミングチェアの AK レーシングシリーズですね。これもですね Amazon セールで、値段安くなってる時ほぼ毎回紹介してるんですけど、この AK レーシングめちゃくちゃいいんですよね。今までね何回かゲーミングチェアとか、レビューしたことがあるので、結局どれいいんですかとか聞かれるんですけど、値段度外視で、答えるのであれば AK レーシングのこの Pro X シリーズがね、個人的には一番好きですね。かなり本体大きくて、ゆったり座れて、で座面もねすごい厚くてふかふかで、お尻も痛くなんないし、で、このね背もたれが180度倒れるのでめちゃくちゃね、快適というかもう寝れるぐらいなんですよ。すごい気持ちいい座り心地と、寝心地っていう感じで、かなりおすすめの製品になってます。まあ、値段がね 49,000 円とこれでもね高いんですけども、まあ普段から比べるとだいたいね 8,000 円とか、まあ 5万 4,000 円で売ってる時から見ても 5,000 円とか安くなってるので、まあ欲しかったっていう方はこのセールの時が狙い目かなと思います。はい、こちらはゲーミング PC ですね。 HP が販売する、デスクトップのゲーミング PC なんですけども、これ非常にスペック高くて、まず CPU が Core i7 の 1270K、これね今俺も使ってますこの CPU、 一応インテルの、最新モデルの、CPU になります。でグラボが RTX3080、メモリ 32GB の SSD 1TB 積んでて、非常にね、ハイスペックなゲーミング PC になってて、なんとね通常の値段に比べて8万円ぐらいね、安くなってるんですよ。これすごいっすよね。一応さっき
価格コムで他の PC の値段も調べたんですけども、26万以内とかになると、大体ね、グラボがもっとスペック低いんですよ。3070Ti とかになって、ちょっと下の方行くとですね、3080の最安値が、29万9800円なんですよ。で、これ CPU も 12700F なので、このね、HP の 12700K よりも、スペック低いっていう感じなので、かなりね、コスパは高い製品になってるんじゃないかなと思います。ただ最近グラボ自体も安くなってきてるので、自作するのであればこの値段でこれと同じような構成で組めたりすると思うんですけど、まあ、自作興味ないから手っ取り早く使いたいっていう方であればね、こういった、完成されたねデスクトップ PC で、セール対象のものを買うっていうのもありかなと思います。はい、最後こちらエナジードリンクのレッドブルなんですけど、これね結構アマゾンだったらもともと安いっていうのを知らなくて、で今回ちょっとね特選タイムセールで、いつもに比べてちょっとだけ安くなってるっていう、ね、感じなんですけども、 250ml24本で、3342円、1本あたり139円なんで、これアマゾンだったらこんな安く買えるんだっていう、ちょっとびっくりしました。今回コンビニとかだとね、どうしても高いんで、で、定期お得便で買うとさらにね、200円まではいかないか170円ぐらい安く買うことができるので、欲しいっていう方はね、まあ、こっちで買ってもいいのかなと思います。ちなみにこの定期お得便っていうのは、毎月送られてくるとか、3ヶ月に1回送られてくるみたいなシステムなんですけど、今回だけ安く買ってすぐ解約してもいいんですよ。なのでちょっとめんどくさいんですけど、通常注文でね、買うよりはこっちで買ってねすぐ解約するのがおすすめかなと思います。はい、というわけで今回は2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいのね Amazon セールおすすめ紹介動画だったんですが、いかがでしたでしょうか。もちろんねこの動画で紹介したもの以外にもね、たくさんセール対象の製品ありますので、ぜひね動画の概要欄からチェックしてみてください。ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。